さあ始まりました第0回戯れ杯、主催のシンです。名乗ったの久々な気がする。スマブラ三昧の私ですが、意外と周りでねスマブラの大会ないなって思いまして、じゃあ言い出しっぺのお前がやれよということで、その1時間後早速大会を主催運営させていただきました。参加いただいた32名のスマブラ民の方々ありがとうございました。かなり盛況だったので、今回はその全てを動画化させていただきます。大会の動画化ということで、どうしてもネタバレとかはあるかもしれません。まあ一応ネタバレはほどほどに、かといってこうねネタバレやめろよみたいな過剰な自治も良くないです。気楽に楽しくやっていきましょう。今回の、スマブラの、大会のテーマ、こちらはスマブラに詳しくなくても見ているだけでも楽しい、そんなスマブラをお届けしたく、ルールを設定させていただきました。そんなルールはこちら。ストック3、時間は8分、タイマン1本勝負、普通ですね。そしてステージは終点化となっております。また平らかよと思うかもしれませんが、少々お待ちください。アイテム、こちら全てオンです。量は普通、はい。なので結構アイテムで画面がむちゃくちゃになったりもするので、その分ステージはシンプルに決めさせていただきました。バランスですね、はい。そして次、切り札ゲージ。試合が長引くとゲージが溜まって大技が出せるアドベンチャーなどのモードではおなじみのあれですね。こちらも今回はオンとなっております、はい。なので、あらゆるこうタイマンの技量はもちろん、アイテムの運用、そうアイテムならではのコンボとかアドリブとかいろいろありますからね、それら全てを駆使したものが王冠を手にする、うん、という感じでしょうか、はい。そして準決勝からは日本選手となっております、はい。で今回はですね、1回戦2回戦は適当にね選んだ部屋から1試合ずつ動画化、それがこの後の動画内容となっております。10分ぐらいあると思います、はい。そしてベスト8は全試合録画、準決勝はもう全部ですね、まあ、ベスト8から全て動画化と思っていただければ、はい。なので毎日投稿したとしてもおよそ1週間程度お付き合いいただくことになりますが、楽しんでいただけますと幸いです。じゃあ長ったるい話はもうこの辺で終わりにしてね、早速タワムレ杯開始します。さあ第0回タワムレ杯の開催を宣言をするぞ。磯野よろしくお願いします。私は実況のみです今回。ルールは3スト終点化で、アイテムとチャージ切り札がオンになっております。さあピチュー対アイク、これどうだろうね。トップクラスの軽さを持つピチューに対してアイクは一撃がありますから、ただ一度浮かせてさえしまえばピチューに分があるか。おっとビートルがアイクを捕らえるが、ここはまだパーセントが低いので連打で抜けれましたね、はい。さあ上からキノコが小さいこれはちょっと食当たりか、何でも食っちまうワイルドな。アイクの性質が災いしたか、しかし小さすぎるがゆえか雷がつながってない。さあピチューがイカを出す、これが試合にどんな影響を及ぼすのか。これでコンボが入ったり入らなかったり、おいい位置にボールが来るが、続けて拾う、さないと多分あんまり意味がない。アイク的には拾いたかったサポートでしょうが、ただアイクがおピチュー押す押す、ボールラッシュが続く。ロコン、さあこの状況でできればこのまま押し切りたいところ。アイクチャージキングがたまる、きた天空入ってしまう。ピチュー落ちる、そしてこのアイテム、お野球ボール、コントローラーが落ちるアクシデント、うん、実況席も大乱闘ですぞ。ボールがどっか行っちゃいましたね。さてさて今度はピチュー側がゲージが溜まってボルテッカー入る入る入る、強い、しかしまだ生きてる。おっとぶっ壊れアイテム、風だ、これは危険だ、これはやばいぞ。俺の風を感じないかと言わんばかりの凄まじい風がアイクを襲う。なんとか乗り越えましたね。さあまたしてもあれは野球ボールか、いや煙玉だ、特に試合に影響を及ぼさなさそうではあります。ギャラが来た、これはまだアイク可能性あります。ちょっと押されてはいたが、
さあギャラが壁になってアイクの復帰をサポートする。まだわからない、なんたってピッチは軽いですからね。パーセント的にはアイクが厳しそうにも見えますが、まだわからない、いったー。さあこれでストック的には有利だが、まだわかりません。いやー、入る入る入る。さあここからはピチューの自爆ダメージと、まああとは軽さとかいろいろな影響でどう転ぶか。立ち回りだけならピチューが有利にも見えますが、どうでしょうね。さあ何が出た、雪の王、ここに結構強いのが出ましたね。しかしエリアの端なのでそこまで影響は、来たジャスがイケメン、そしてボム兵が処理されましたね。さあこれはどっちが勝つか見も、おっと落ちるか、落ちない落ちない、まだセーフまだセーフ。さあピチューが投げて決めるか、おいいところにアシストが、お外してしまった。さあこれワンワンが試合をどう、あ右側にはこれまた行けなくなっちゃいましたね。ピチュー的にはここで決めたい、いけるか、自爆ダメージがバカになりませんからね。投げて、さあ攻める攻める攻める、キラーこれは外す。さあここで現状ピチューがやや有利だが、一撃も怖いところ。さあピチューに、そう運は味方しているのか、そっちにアイテムが落ちまくりますね。さあ電光のエリカさん、雷コンビでここは決めてしまうのか。ここでスマッシュボール、おっと決まった。勝者はピチューのバレミンさんですね、おめでとうございます。いやあそこでのエレカちゃんがね、雷コンビが素晴らしかったですね。いやー1戦目からかなり見どころがありました。はい、おこれはゼルダ VS フィットレ、また面白い対決がレアですね、この光景は。うん、私的には日常ですが、はい、さてさてアイテム反射持ちのゼルダに対してフィットレはどう立ち向かうかって感じですが、速度に関してはおそらくフィットリが勝っていますので、そこからアイテムを支配していけるかどうか。おっとまずはフィットリ側にアイテムが出る、投げる、そしてモンスターボール、いいタイミングが来る。さあ何が出てくるか、イカちゃんまたお前か。さあスプラトゥーンから逃げるなという主張か。さあここからどう、ゼルダの目の前に、そう生きる実感が湧いてくる。これはアシストの強さ的には現在はゼルダの方が優勢。おっとサイボーグ忍者守る守る、姫を守る、ナイス素敵ですな。さあ2人でうまく攻めていくが、忍者がかなりフィールドに残っていますね。さあ忍者の出番、おっとここで稲妻キック、クリティカル、アシスト間に合うか、間に合った。さあ攻めは継続、さあまたしてもイカだイカだ、またしてもコントローラーが落ちた、いつもこんな位置に置いててごめんなさい。さあ健康が過ぎて、そう体が大きくなってしまう、こういうのもあるんですよね、健康の新しい可能性か。さあここでゲージが溜まったが当てられるか、さあお互い溜まった。さあこれはいけるか、このなんか取ってつけたような最後の巨大な一撃、これは結構痛かったりする。おっと捉えた、チャージ切り札はまあこんな感じで出せるので威力が若干控えめではありますが、やっぱり当たると痛いですね。おっとまたしてもスマッシュボールが転がってきたが、今度のは威力大きいです、これは取りたいところ。さあおっとゼルダ取る、おっと再び捉えた、収納スペース蒸発。さあ時空に開かれた収納スペースにフィットレおばさんがこう収納されてしまいましたが、さてさてさあ武器を取り出した、健康なんとしたことかと、ついに己の肉体を捨てて武器を手に取り報復に出る、恐ろしい女だ、これが女の戦いか。さあサンドバッグ君に八つ当たりをして装備を拾おうとするが、特に何もちない、ここだ。さあ野生を感じるな、おっとフィットレさん礼拝を鶏に当ててしまった、これは動物愛護団体が黙っていない。おっとさあここでまたしてもそう女の戦いが始まる、ハンマーを持った状態でゼルダが待機しているが、これは戻れるのか、戻れるのか、ボールをうまく当てれば可能性はありそうだが、どうだ、なんとか期間を乗り越えましたね。さあまだまだ勝負は分かりません、アイテム次第というところもあります、ゲージが溜まる。さあいい体を目指して、これは飛ぶ、スマートボムとのアシストが刺さりましたね。
さあフィットレさんは崖からダメージをためたりとかは得意分野ですが、おっとまたしても新しい健康の可能性、体がメタルになっている。うん、これは生半可な攻撃では傷一つつかないでしょうね。なんか思ってるので違う感じですか。おっとフィットレさんの動きが止まってしまったが、おっと収納蒸発どうやら健康にも限界はあったということか。うん、己の存在を消滅させられてしまいました。体脂肪どころではない。今回はゼルダの勝利で、ベスト8がこれで出揃うことになります。ありがとうございました。